ようこそお話の世界へ。こんにちは、朗読家の伊藤正勝さんです。今回は有明夏生なにわの現像事件帳より西郷藩の写真その6回目です。飲み食いでほどほどに時間を潰した後、現像は寿司の檻を一つ下げて又次郎町の竜兵宅へ行った。案の定娘婿はまだ戻っていなかった。あら、どういう風の吹き回しやの？なんでもええ、女子供にはわからんこっちゃ。へえ、そうでっか。ご飯は？もう食うてきた。そう言ってちゃぶ台の前に座り込むと、その上に大阪府知事から5人組に回ってきたお触れが置いてある。4月13日、八代口において俗軍と開戦せるも、息上がる官軍の前に俗とら到底かなわず、数十名の死体を遺棄して海藻せり、うんぬん。文句はいつも決まりきっている。これで見ると、俗軍は連戦連敗の勘定になるが、その敗軍の将の写真が結構売れるとは、けったいなことである。大阪の庶民は、西郷藩を俗とは見ていない証拠かもしれない。竜兵が戻ってきたのは8時過ぎだった。なんでっか、お父はん。ちょっと尋ねたいことがあってな。この人お腹が空いてんねんから、そんな話は後にして。横でチカが口を尖らせた。親が抱え込んでいる難事件よりも亭主の腹具合の方が心配なのである。近頃の若いやつはなっとらん。と現像は舌打ちしたが、いや、急ぎの用がおまんねやろ。それを先に伺いまひょ。と竜兵が塩らしいことを言うものだから、まあええがな、先に食べてんか。食べながら聞いてくれたらよろしい。多少気分を直して妥協した。娘婿は晩酌をやらない。現像の話はちょうど一膳目を食う間に終わった。なるほど。箸を置いて竜兵はつくづくと写真を眺めた。お父はん、さしあたってはこれを撮った写真集を知りたいわけだしたろ。そういうこっちゃね。それやったら割合簡単にいけますわ。竜兵は気軽に腰を上げた。さすがは理学書での技師や。現像は頼もしげな目で娘婿の後ろ姿を見つめる。竜兵は机の上の箱を開けて虫眼鏡を取り出してきた。それでわかるんかいな。大体わかります。現像の持ってきた写真を一枚一枚凝視してから、竜兵は西郷藩のものを突き出し、左上の隅を指さした。
ほら、ここにブチみたいなシワみたいなもんがおましたろ。この写真だけはなしに、他の人のもんにも全部ついてますわ。どれどれ。肉眼でも見えまっけど、虫眼鏡やったらはっきりしてましたろ。なるほど。眺めつつ現像は聞いた。これはどういうこっちゃね。レンズに傷がついてまんねん。それが拡大してシワになるんだすわ。おお、それがここに出とるわけか。そうだす。こればっかりはレンズを磨き直さん限りごまかしようがおまへん。こっちにはもっとはっきりした大きな傷があるで。あ、それはレンズの傷とちゃいま。甲板についとった傷か、印菓子をひっつけるときにゴミが挟まったんだすわ。そやから他の写真にはおまへんやろ。おお、そういえばそうやな。問題はレンズの傷だす。この写真機の持ち主さえ分かれば。いや、そこから先は任しといて。大抵の写真館の店先には、綺麗に写った見本が貼り出してある。評判を取るために、近所の男前や別品の写真を使っているが、これをとっくり眺めれば、西郷藩を撮ったやつは簡単に割れるだろう。もっとも、見本を取った後でレンズに傷がついたという場合もおましゃろけどな。そらかめへん。一番最近に写した写真を出せちゅうたらボロンチョンや。ああ、それよりも新しい写真機に変えてまいよったらどうもならんな。安いもんと違うねやから、これぐらいの傷で買い替えるものはおりまへんやろ。おお、それもそや。なんとか映る間はとことん使いよるわな。こら、ええこと聞いた。おおけに。現像は勢いよく立ち上がった。この虫眼鏡ちょっと借りていくで。へえ、どうぞ。よかったね、お父ちゃん。チカが得意げな目つきで父親を見上げた。うちの婿飯のおかげやで、という色が目の中にある。しかし現像は取り合わず。えらい邪魔したな。ま、あとは差し向かいでゆっくりやってんか、と竜兵に。もうすっかり酔いは失せていたが、飲み屋に首を突っ込む気はせず、そのまま歩いて朝日町の家に戻ると、安吉が家へ入って待っていた。親方、映像紙屋と写真紙を五六件当たってきました。おろしに来よったのはどんなやつや。二人おるようだすな。この前言うた苦み走った男と、右のほっぺたに青あざのあるやつと。やっぱりそうか。背の高さはどんなもんや。へえ、これはどっちも五尺七八寸。ひょっとしたらそれ同じやつとちゃうか。別に根拠などありはしない。不意に思いついたことだった。ほんでも青あざが。書いたらしまいじゃ、そんなもん。そらまあそうでっけどな。まあ
それはいいわい。写真誌の方はどうや。飽きまへんわ。さっぱりだす。どない言うてまわった。へえ、京都へ写真を撮りに行ったことはないかちゅうて。それで相手がすぐに白状する思うか。飽きまへんか。飽きまへんわな。むやみやたらに押しとったらかえってやぶへびや。ええか。源蔵は懐中からおもむろに写真と虫眼鏡を取り出し、娘婿が言った通りのことを重々しく繰り返した。なるへそ、もっと早い目に備え教えてもらわな。わしかて京都で見て思いついたこっちゃ。これやったら任しといてくれやす。この虫眼鏡借りていってよろしか。おう、持っていけ。わしも明日はちょっと近所を回ってみよう。二人はそれから分担を決めた。堀川と東横堀川を結んだ線から東の区域は源蔵が受け持ち、それより西のすべては安吉が回る。ええな、見本の写真だけで早がてんすんねやないぞ。必ず出来たてのほやほやのやつを出さしてみよ。もし怪しいのがあっても黙ってそのまま引き下がってこい。とくどいほど念を押した上で、源蔵は一日貸し切りで人力車に乗ることを手下に許した。今回はここまでです。次回この続きをお楽しみに。